スタッキング薄い先生ちょっとこれスタッキング毛先だけ巻いて綺麗に見せる方法な何のかいか適当でいいんじゃねえのうちなんかだったらまず適当にこうやって巻いてっちゃうよねちょっと適切なウィッグがないかんね下から巻いてった方が綺麗だよねちょっとスライサーいね薄いねはいあんまり ででは普通にけけてるわけでしょバッテンにかけるとどっちか寄っちゃうからね。あと早く巻こうと思った時さ条件がいい時はやっぱり1枚ペーパーの方が早く巻けるかなあの最大瞬間速度っつうのは。1分間っていうか30秒で何本巻けるかなんてやった時やっぱり1枚ペーパーでやってもね2枚折ってる暇ないよね早く巻こうと思ったらね。それでやっぱり1枚の方が いい加減に巻いちゃう場合は早いよね。まあ、こうやって巻くの？薄い先生。毛先だけ高さ揃えるって。どこでたなら、どういう角度で揃えるのよ高さを。ねであと人間の場合は条件が悪いからやっぱり折らないとうまく巻けないっていうの手堅く ウィッグは条件がいいからちちょっっっと引っ掛けちゃってる一歩、うん、ウィッグは条件がいいから1枚ペーパーでも巻きやすいっつうのウィッグはね。でまあ巻いてで綺麗に見せることそこれはもうガタガタだよね。これ巻いてから調整すればいいだけの問題じゃないのそれダメ？巻いてから綺麗に見えるように高さ調整するっつの あとやっぱりこうさっきたるんでたじゃないことバッテンがけした方がたるみにくいねこの斜めにどうでもいいから輪ゴムが斜めに入った方がテンション効くんだよね滑りにくくなるからねまあよくやるのがこういうふうにバッテンがけだよねなるべく斜めになった方がいいよねなるべく斜めの斜めにかけるつうのそうするとここがテンションかかるからね隙間がないからねここがねきっちりくけどこれだとやっぱり真ん中浮くんだよねゴムがねだってやっぱりこう スティック取った時こうやって開いちゃうとのテンションがかないからこの方がやっぱりこんは滑りにくいねただこうやってかけた場合最後に調整する時ねちょっとめんどくさいよねこの上のゴムだけでこうちょ,っとちょっとずつ調整していくんだけど巻きすぎた場合はやっぱりあのゴムかけ直さなきゃダメだからね全部ね外してねまあこうやって調整すればあのほんなら毛がばらけにくいっていうのをこういうふうにね ここバッテンだと聞くからね,、はい、ねえスティック2分を打って巻いてから合わせた方がいいよねスティック1本だとどうしようかこけちゃうからやっぱ2本打っとくのが急がば回るで2本打っとくのが綺麗だよね。うんはいうまあ、特に綺麗に見せるだってこんな巻き方やって綺麗になんか見せらんないんよ。うんあの 最大瞬間速度は1枚ペーパーの方が速いかもしれないね。島ちゃん先生ね、ウィッグで巻く場合ね。ただ、人間の場合は巻きにくいから、やっぱり折った方が鼻歌混じりだね。はい